ボジョレ・ヌーボー乾杯。出ないっすよ、ね、で抱いてる場合じゃなくてはっきり、ボージョレ・ヌーボーの2014年、解禁になりました。で今年は、夏場ちょっと前ぐらいに氷がブルゴーニュ全体で氷が降ったりして結構天候には恵まれないところもあったんですけども、その分あの果実の数が少なくなったんで非常に凝縮したブドウができたというふうに言われてます、その代わりちょっと本数が少ないので非常にこうレアな感じになる。ワインをチョイスしてね。あ、ワインすごく好きです、はい、飲まれる。やっぱり赤ばっかり飲みます。もうアメリカの赤ワイン、はい、なんか飲みやすいですね、やっぱり、はい、若いから。もともとは泉町会館で、マチカルっていう町のカルチャー教室をやってたのスピンオフ企画で、ワイン講座の一環として始めたんですけども、これだけちょっと残ってですね、 毎年この解禁日前日の夜中の11時半に集まって解禁の時間を12時ジャストみんなで迎えると、で乾杯するみたいな、ちょっと高齢化してきてるんでこれからも先も続けていきたいなと。でこういうので今までワイン飲まなかった人とか、あの最近アルコール離れってすごい言われてますけども、そういった人たちがちょっとでもこう触れられて、お酒ってそのなんか辛いとかですね、飲むと体が良くないとかそういうんじゃなくて楽しい時間が過ごせるよっていうのをこう PR できればなというふうに思います。